かってこい。私の番です。あ、行くぞ。えいっ、はえっ、ここよかった。急いで来てくれたみたいだな。いえ、お待たせしました。ねえお兄さん、あの子がいなくなってから悲鳴やうなり声は聞こえなかった。もしくは何かが崖下に転げ落ちるような音とか。え、いや聞いてないと思うけど。だったらまだ無事の可能性が高いわね。お兄さん、先を急ぎましょう。
なんつうか正確な状況判断、とても子供とは思えないわね。キティというのも頷けます。今のは どこから聞こえたの？南の方からです。ああ、警察学校とかがある方向だな。よし、急ごう。随分と好奇心旺盛なガキンチョだな。それじゃあ保護するとしましょうか。あれは。はあ。まずい。間に合うか。残りは片付けるぜ。もらったぜ。行くぞ。任せろ。こいつはどうだい？クリムゾンゲイル！さてと。
きます。そこです。行くぜ。危なかったぜ。そうだ、レンちゃんとコリン君は？もう大丈夫よ。怖い魔獣はお兄さんたちが退治してくれたから、だから安心してもいいわ。ちょっと君の事情は知らない。でもきっと君は君の大切なものを守ったんだ。他ならぬ君自身の手で。その腕に感じてるぬくもりが何よりの証拠だよ。不甲斐ないけど、俺たちは君の手伝いをしただけだった。でもそれでも光栄に思う、レン。君が君の大切なものを守る手伝いができて。寝ちゃったか。かわいい寝顔ね。何の罪も知らない、無垢で純粋で、まっとこんなに大きくなったんださっきその子の親御さんに連絡したよ。大急ぎで迎えに来るってさ。君は一番の功労者だ。当然紹介するのが筋だとは思うんだけど。必要ないわ。天の名前も存在もその人たちに伝える必要はない。でも蓮、君が普通の物差しで測れるようなただの女の子じゃないのは分かった。あの大釜を投擲する能力、キティとしての
ハッキング技術、その子の居場所を特定した論理的かつ多面的な推理能力。あまりに多彩すぎて現実味がないくらいだけど、君がいわゆる本当の意味での天才であることは分かったよ。情報を取り込み処理し、自らを含めた環境を適切に操作する。あ、博士論文？何をどうすれば自分の望みを叶えられるのか。そうよ、どんな望みでも蓮は叶えることができる。ううん、正確にはどうやったら世界に蓮の望みを叶えさせればいいのかがわかる。それが蓮の力そのものだから。なるほどね。だったら君は一体何を望んでいるんだ。どんな願いでも世界が叶えてくれるお姫様。でも今の君はどこに帰ればいいかわからなくて、途方に暮れた子猫みたいに見える。いや、帰るべき場所は本当は分かっているのかもしれない。なのにいくつもの大きな岩が帰り道を塞いでいて帰れない。そうなんじゃないのか。全ては俺の直感と憶測だ。見当違いだったら謝るよ。俺たちは特務支援課だ。困っている女の子がいたらなるべく助けになってあげたいし、一緒に帰ってあげることはできなくても岩を取り除く手伝いくらいはできる。お兄さん、推理だけじゃなくて妄想も得意だったみたいね。あなたなんかに蓮の何がわかるっていうの？もちろんわからないさ。それに君が頼りたいと思う人は他にちゃんといるのかもしれない。でも転がっている岩は一つだけじゃないんだろ。俺たちにも任せられるような、そんな手頃なサイズの岩はないかな。そちらにお通しするわね。いや、あ、その、なんだったらクローゼットの中に隠れてるか。なあ、こちらにお通ししてくれ。ええ、ちょっと待っててね。失礼します。
コリン、よかった、本当によかった。あら、レンちゃんは？ああ、ちょっと事情があってね。そこのクローゼットに隠れてる。え？またと。なんか事情がありそうだな。皆さん、本当にありがとうございました。なんとお礼を言ったらいいか。このご恩は決して忘れません。そんな、どうか頭を。その、私たちも任務でコリン君を探しただけ。いいえ、いいえ、皆さんが見つけてくれなかったらコリンはこの子。本当に本当によかった。大丈夫、もう大丈夫だから。どうしてそこまで。ママがいるの？コリン、よかった。本当にダメだぞ、ママたちに心配をかけたら。あのね、あのね、とっても楽しかったの。ミッシーの車を追いかけて、知らない友達もいっぱいできて、かくれんぼして、荷物ばっかりの車に乗ったら真っ暗で、外に出たらすごく綺麗で黄色い蝶々を見つけて、それで。あれ、スミレ色のお姉ちゃんは？スミレ色のお姉ちゃん。うん、あのね、あのね、とっても強かったの。優しくっていい匂いがして。それでね、パパと同じスミレ色の髪をしてたんだよ。あの、その娘さんというのは？その、コリン君を探すのを手伝ってくれた女の子なんです。外国の旅行者みたいで、身元はちょっとわからないんですが。そうだったんですか。そんなことって。お姉ちゃん、また会いたいな。そしたらもう一度。あ、ゴリン。また寝てしまったか。よかったらそのまま寝かせてあげてください。こちらは大丈夫ですから。ありがとうございます。しかし、私と同じ髪の色の娘さんか。これもエイドスとあの子のお導きかもしれないな。私もそう思います。その、何か事情が終わりみたいですね。ああ、いえ。あなた、私は大丈夫です。ここまでしていただいたのですから、少しは事情をお話ししな。そうだな、私たち夫婦にもかつて娘が一人いまし、もう7年以上前のことです。あ、その、いたというのはやはり。はい、不幸な事故で。いえ、事故ではありませんね。あの子は私たちが殺したようなものだったんです。え、そいつは。8年前、駆け出しの貿易商だった私は、拡大するクロスベルの貿易市場でなんとか勝ち残ることに必死でした。その結果、共和国方面の危険な相場に手を出してしまい、多額の債務を負うことになったんです。幼い娘を連れながらの逃亡生活、逃げども逃げども債権者に追われ、私たちに安住の地はありませんでした。このままでは悪名高いマフィアが出張ってきてしまうかもしれない。
それを恐れた私たちは娘を古い友人のところに預けました。共和国に住む信頼できる友人です。すべて借金を片付けて完全に身ぎれいになったところで娘を迎えに来るつもりだったんです。幸い頼りになる先生の助言で私たちは債務を整理することができました。コネやツテを生かして事業を立て直し、死に物狂いで働いて、なんとか1年で借金の全額を返済することに成功したんです。これでやっと娘に会える、また一家3人で暮らすことができる、そう思って娘を預けた友人の元を訪ねたら、不審火だったそうです。その頃組織だった放火強盗事件が共和国方面で頻発していたらしく、私の友人宅もその被害に遭いました。友人宅は郊外にあったため当局による発見も遅れて、そして預けていた私たちの娘もそれに巻き込まれていました。私たちは半狂乱になって娘を探しました。ですが遺体の状況はどれもひどく、結局家にいた全員が亡くなったという検視結果しか伝えられませんでした。私たちの娘は、何者にも代え難い大切な宝物はもう私たちには絶望しか残りませんでした。あの子を死の運命に追いやりながら何のために生きているのかも分からず、このまま夫婦二人で心中しようかとまで考えましたが、そんな時に分かったんです。妻がコリンを、あの子の弟を身ごもっていることが。現金なもので、それが分かってから私たちは生きる気力を取り戻しました。二度と失敗しないような手堅く誠実な商売だけを心がけて、そうしてコリンが生まれ、私たちは徐々に立ち直っていきました。ですがその間、私たちは目をそらし続けていたんです。自分たちの不甲斐なさのせいで娘を亡くしてしまった痛みから、私たちが犯してしまった罪から、私たち夫婦が背負った罪です。すみません、長々とつまらない話を。そんなことが、その何と言ったらいいか、因果な話っすね。ですがこの子が大きくなり、娘の面影を次第に見せるようになるにつれて、いつしか私たちは罪悪感に苛まれるようになりました。あの小さな手を手放さなければよかった。苦しくても辛くても親子で一緒にいればよかった。そんな後悔ばかりをするようになっていったんです。そこで私たちは改めてこう思い込むことにしました。コリンを授かることができたのは、亡き娘とエイドスが導いてくれたから。だからこそ私たち一家は絶対に幸せにならなくてはならない。それが娘に報いることができるたった一つの方法なんだと、身勝手な理屈なのは百も承知しているのですが。ハロルドさん、それもまた一つの考え方。ああ、変に悔やんで立ち止まるより
あるかニーズ。しかし不思議なこともあるものですね。コリンを助けてくれたお嬢さん、私と同じ髪の色だったそうですが、あの子も亡くなった娘も同じスミレ色の髪だったんですよ。それでまるであの子が天国からコリンを守ってくれたみたいで、あの皆さん、そのお嬢さんを見かけたらどうか連絡をいただけませんか。改めてお会いして心からのお礼をお伝えしたいんです。わかりました。もし連絡がついたら必ずあの子に。追いかければまだ間に合うと思うけど。うん、いいの。この町に来た理由、その一つが、だからこれでいいの。そう。世の中には真っ当な人間には想像もつかない事情だってある。他人が口出せることじゃねえ。それは私も同感です。そんな顔をしないで。ありがとう。レンの帰り道を邪魔している、いくつもの大きな岩、その一つを取り除いてくれて。そっか、力になれたのなら光栄だよ。お姉さんたちも感謝しているわ。今日のお礼はいずれちゃんと。がレンはこれで失礼するわね。もちろんそれは考えたけど、でもそれは俺たちの役目じゃない気がしたんだ。ロイドさんの得意の推理ですか。いや、推理というか。ごめんください。今のは1階からみたいね。こんにちは。いきなりごめんね、連絡もなしに訪ねちゃって。お邪魔かと思ったんですけど、至急確認したいことがあって。少しだけお時間をいただけませんか。それは構わないけど。一体全体何の話だよ。シュバルツオークションの件についてでしょうか。あれはちょっと保留中っていうか。それよりも今日の午後
ロイド君はある人物と一緒に歩いてたって目撃情報を聞いたんだけど。ある人物？スミレ色の髪の女の子だよ。多分白いドレスを着ていたと思うんだけど。レンちゃんのことよね。やっぱり。ちょっと待ってくれ。あの子君たちの関係者だったのか。ああそうなんだ。僕たちも数ヶ月ほど顔を合わせていないけど、でもやっぱりまだクロスベルにいるんだわ。エステル、大丈夫。安心したら気が抜けちゃって。よし、こうなったら容赦しないわよ。徹底的にマークをかけて絶対にとっ捕まえてやるんだから。おいおい、あの嬢ちゃんも大人気だな。ヨナといい、すごいモテっぷりですね。まさかあの子遊撃士ってわけじゃないよな。さすがに若すぎるし、いろいろ危ないこともしていそうだし。うん、遊撃士ではないかな。でも私たちにとっては身内同然の大切な子よ。この半年以上ずっとあの子を追っていたわ。あの子を捕まえて一緒の家族になるために。それは深い事情がありそうですね。そりゃあもうすっごく話が込み入ってまして、クロスベルに来てからは私も一通り知っちゃったし。ほら、君がそこでへこたれててどうするのさ。ヘイワース夫妻の情報も集まったし、あの子の心を開かせるんだろ。夫妻、ハロルドさんたちのことか。なんでロイド君たちがその名前を知ってるわけ。いや、それはこちらのセリフなんだけど。どうやら今日の出来事を一通り説明した方が良さそうね。そういうわけで、ちょうど君たちと入れ違いであの子は帰っていったんだけど。エステル、やだな、どうしてこんな。偶然と誤解があったんだ。その結果、とても過酷な道を歩いてきたあの子は自分自身を騙すことにしてしまった。パテルマテルを作り出すことで真実を突き止めることを放棄したんだ。でもそれは無理もない話だった。なるほど、幼いがゆえの自己防衛か。ですが、それでは前に進めません。それどころか帰るべき場所にも帰れない。だからこそ僕たちは彼女が真実に向かい合える勇気を持てるよう手助けするつもりだった。調べた限り真実は悲しかったけれど、だからきっと今の彼女なら
乗り越えられると思った。でももうその必要はないみたいだね。ああ、少なくとも彼女は全てを理解したみたいだったよ。そうか、ありがとうロイド。それに支援課の皆さんもなんてお礼を言ったらいいか気にしないでくれよ。成り行きみたいなものだったし、あの子には世話になったからさ確かにそうねうん、決めた。最大の障害がなくなった以上、もう手加減してあげないんだから。見てなさいよレン、このまま外堀を埋め尽くした上で絶対にうちの子にしちゃうからね。すごいな。いやー、なんだか知らんが、それでこそエステルちゃんだぜ。なんというか眩しすぎます意気込みは買うけどね、調子に乗った時のエステルほど怖いものはないからな任せなさいっての。ロイド君、エリーさん、ティオちゃんにランディさんも、改めて私からもお礼を言わす。本当にありがとうございました。エステル、エステルさん、今後僕たちの力が必要ならいつでも遠慮なく言ってほしい。もうお互い警察とか遊撃士とかわだかまりなんてないだろうしね。うんうん、全力で協力させてもらうわわかった、いざという時は本気で当てにさせてもらうよ。いやー、しかし昨日の話はすごかったな。あの二人どんだけ修羅場をくぐり抜けてんだよって話だぜ。リベールの異変についてはいろいろと話は聞いていたけど、真相はそれ以上に驚くべきものだったみたいね。それに結社ですか。最先端技術でエプスタイン財団や ZCF を超える勢力があるというのは噂程度には耳にしていましたけど、まさかそのような規模で本当に実在していたなんて。ああ、正直実感は湧いてこないよな。まあヨシア曰くクロスベルに結社の手はほとんど及んでいないって話だけど。もしかしたら帝国と共和国の目が他より厳しいか。両国の情報関係者も多く入り込んでいるでしょうから、尻尾をつかまれたくないのかも。それはそれで全然嬉しくない話だな。謎の結社か、大国の諜報組織か、はたまた巨大な半妻、どれも厄介なのは変わらねえかですね。チュアース、ライムス運送会社です。あなたは昨日の運送会社の。いや、昨日はお疲れ様。でもよかったよ、あの子が無事見つかって。親御さん心配してただろうそれはもう。あんたの方は会社にどやされなかったか。ああ、配達が遅れたことは警備隊の人に文句言われたけどさ。
親父、社長の方からはそこまでお咎めはされなかったぜ。ま、ちゃんと社内をチェックしろって一発原稿はもらっちまったけどさ。まあその程度で済んで幸いだったかもしれませんね。違いない。おっと、昨日の確認をしに来たんじゃないんだ。あんたたちにお届け物だよ。え、警察本部からですか？いや、なんでも朝一番で速達で入ったらしいけど。はい、これ受け取って。これは随分小さなものだけど。それじゃ、確かに配達があるんで俺はこれで失礼するよ。おお、お疲れさん。また迷子に忍び込まれないよう気をつけてください。肝に銘じとくよ。それで結局誰からなんだ？差出人の名前があるキティからみたいだ。オークションだ。どうしてあの子がこんなものを。確か各国の VIP にしか送られない招待カードだったよな。それ以前にどうして私たちがこれに関心を持った。あの子に関しては深く考えても仕方なさそうだ。それよりこのカード本物だと思うか？そうね、高級感のあるあつらえといい、本物である可能性は高いと思うわ。金色のバラの刻印、本物の金箔が使われていますね。本日夜7時、保養地ミシュラムのハルトマン議長邸にて開催か。なあみんな、社長にはあんな風に釘を刺されたばかりだけど。皆まで言わないでロイド。ま、スエゼン食わぬはなんとやらってやつだな。課長が今日も本部に出ていて幸いでした。みんな、いいのか？俺のわがままに付き合わせる形になると。勘違いしないで。私はある意味あなた以上にシュバルツオークションに興味がある。私の属していた世界に近い人たちも集まるみたいだし。私は純粋にオークションへの好奇心ですね。レンさんが言っている面白い出物というのも気になります。ま、俺はゴージャスでセレブなパーティーそのものに興味があるな。うまいもんを飲み食いしてセレブで高めなお姉さんともお近づきになれるチャンス、見逃す手はねえだろうが。みんな、今日は最終日だ。昼までに一通り仕事を片付けて港湾区の水上バス乗り場に行こう。本当にオークションに潜入するかミシュランに行って考えたい。え、分かった。そんじゃ残った仕事を。一応新しい依頼がないか端末もチェックしましょう。
駆動。俺の番だな。それ。任せろ。ほら。助かりました。よっ。俺の番だな。私の番です。
任せろ。エニグマクロー、よ、行くぞ。私の番です。
せろ。任せろ。とっととつながるぞ。チッ、回り込まれたか。すまない、みんな。強そうね。みんな気をつけて。私の番です。you
番だな。そうだよ。俺の番だな。俺の番だな。ふん。私の番ね。さてと。ドライブ開始。
よし。行くぜ。ふん。よっ。よっ。負けられない。負けるか。やっと。これが俺たちの力だ。Seiko! Seiko!